大卒でプロになれなかったんで、まあ、1年間ぐらいフリーターというか、そうですね、無所属でバイト掛け持ちしながら親にお金を借りて1年半全く出れんくて、うん、それは怪我、普通に、まあ、その戦術とか含めてあんまりマッチしなくて、監督が求めてるレベルまで達してなかった。そうなんか今でもやっぱ昇格した年戦ってたメンバーはやっぱなんかつながるものはなんかちょっと感じる絆というか。どうも、ブログチャンネルのグローリーです。本日ですね、僕の中での結構で人気企画の対談の動画で、今までとまた違ったサッカーヒストリーっていうかね、この物語がある方を今日は読んで対談していきたいと思います。じゃあちょっと自己紹介お願いします。ジェフ、ユナイテッド118番の横山龍樹です。ずっとね、ジェフでスタメンで出てはって、僕の実は大学の先輩でもあって、一個で、アキ君とはもう3年間一緒にプレイさせてもらったんですけど、今回アキ君にちょっとこの対談の動画出てもらうにあたって、だいぶ特殊なサッカー経歴を持ってるんで、いろいろ話聞けたらなと思います。ほな行きましょうか。グローリーチャンネル。ちなみにここ今来てんの、アキ君おすすめのカフェ岡野さんです。ぜひ来てください。今回ちょっとアキ君に質問していきながらちょっと話していこうかなって感じなんですけど、まずじゃあ小学校から行きましょうか。経歴、小学校は幼稚園から一緒だった子たちと幼体年スポーツクラブっていうのなんかいくつもクラブがあるんだけど、そのうちの山崎 FC っていうところでやってましたね。小学校は幼体年、そう、はい、そっからヴェルディのジュニアユース入ってユースが上がって国立大、ベルディジュニアユースから高校のユース上がって石川県の北陸大学、あそこで一緒にやらせてもらって、そこから、まあ、大卒でプロになれなかったんで、そのまま北陸大学に残って卒業したんですけど、まあ、1年間ぐらいフリーターというか、そうですね、無所属でバイト掛け持ちしながら親にお金も借りて生活しのぎながら、1年後に藤枝に JD がありまして、やっとすごいな。藤枝で4年いて、全部地場に移籍したって、普通に聞いててもすごいですよね。サッカー浪人して、バイトしながら生計立てて、で大学の練習参加しながらみたいな。そっからちゃんと J リーガーになるっていうところもマジですごいなと思うし、実際たまたまね。でもその時あれなんですよね、藤枝の練習参加一緒に行ってた、一緒に行って4人ぐらいですね、うん、しかもめっちゃ覚えてる、グローリーの運転でね、そう俺の運転で北大のメンバーとアキ君と俺の同期の3人とアキ君と4人で石川から静岡まで運転で行って5時間ぐらいかけて、1週間ぐらいですか、1週間もない、いや3日ぐらいだった、3日ぐらい参加させてもらって、でアキ君だけ残ってみたいな感じなんで、練習参加続いていったみたいな感じなんですけど、普通に群抜けてうまかったからあれは入るやろうなってみんなが思ってたんです、実際あれはすごすぎた。あの時ちょっと髪がかってなかったですか、特に髪がかってなかった。めっちゃ覚えてるのが、俺ら多分全員同じ部屋で寝てたじゃん。はいはいはい。その時ヒロキがその練習参加はハットトリック取らないと無理だみたいな話にしてて、覚えてない。いや覚えてないな。ヒロキの友達かなんかが練習試合入ってハットトリックしたら契約できたみたいな話してて、俺らもストリックしなきゃダメだった。ああでもなんかそんなこと言ってた記憶はあるかもしれない。だからハットトリックが基準だったんだよ、その時ハットトリックしなきゃダメだみたいな。みんなどんな練習参加やねん。基準高かったから自分の中で、あんま覚えてないんだよ、良かったとかあんま悪かったとか。いやあれ正直外野から見てて一緒に練習参加してたけど、マジでこの人一番うまいなって思った。そう、まあ、練習生だからね。あるある。練習生はめっちゃうまくなる。マジであるある。加入した途端何もできなくなるっていう。奈良クラブ1年目完全する。マジで練習参加行った時バリ良かったのに、急に悪まった。入ると違うよね。難しい。入ると。あきくんに。今日聞きたかったんで、結構これは聞きたかったことでもあるし、視聴者も多分気になるところやけど、今実際ジェフでずっと試合に出てて、まあ、J3 の時も、まあ、藤枝で正直無双してて上がってきたじゃないですか。で J2 で引っ張られて移籍するみたいな、こんなレベルの選手じゃないですか、言うたら。でも大学の時はやっぱなかったですか、正式なオファーみたいな。ない一切ない。俺そこ全然知らないです。本当に全くなくて、
興味あるから練習来てほしいみたいなのも全くない。な、うん、マジですか。だから自分から監督とか修吾さんとか土砂さんにお願いして行かせてもらう練習に、J2 のクラブにも行ったし、J3 のクラブにも行ったし、サッカーローにせずに現役大学生、そう4年の時行って、そうで4年の夏に怪我しちゃったから、あ、そうですか、そう、その半年間だね、3クラブぐらい行ったけど全部ダメダメだったね。で怪我しちゃって、怪我しちゃって治るのが3月とかだったから、そのシーズンに加入するのが難しくて、そのオファーが来る立場じゃなかったから、その位置的にね、そうだから自分から練習参加しに行かなきゃいけないんだけど、それも行けないからもうどこもないみたいな、もう何もどうしようもない状態、どうしようもない、もう就活した方がいいんじゃないかっていう。でもその俺、まあ、みんなと話したと思うんですけど、結構決まるのって1、2、3年生までとかね。あ、そうだね。あ、結構伝送入ったっすよ。入ってない、なんか入ってない。なんかちょうどさ、俺らの時さ、俺らのちょっと上まではさ、東海北信越だけど、関東に関東に北信越みたいな、ちょっとハードル高くなってるから、え、それでも秋は入れるか、まずそもそも北信越選抜で入る、北信越で11人ぐらいの選抜チーム作って、そっから関東と合同のセレクションみたいな、あ、その北信越の選抜にも入れる。なんでマジでなんでえ、そう思ったら、じゃあ個人タイトルみたいなのは、うん、結構少ない、はい、大学時代なし、大学時代一応そのベストイレブンとかそういうタイプ、あー、4年生、あ、3年生、あ、1年生、いや、2年と4年か、あー、で、ベストイレブンとかそう、全部しか出てないのにベストイレブンされていや、でも、あの、やっぱ明らかに上手かったから、そろそろやなって感じ。そうなんや、俺なんかめっちゃあきくんそういうの選ばれてる印象があってさ、だからもう外から見たら全くインパクトはない、伝送も入ってないし、北信越の試合なんか見に来ないじゃん、まあ、最近は見に来るらしいけど、まあ俺らの時代北信越の試合、うん、結構いい選手多いですけど、ね、うん、だってあきくんもそうやし、新井直子選手もそうやし、まあ普通に J リーグはファイナルやむけんとか、北信越結構実は隠れて強豪っていうか、なんていうの、面白いリーグであるんですよ、実際掘り出し物、そうそう、掘り出し物が結構おるって感じですね、あそこ。でも、あきくんはなんかそこでもめっちゃ抜けてるイメージだったから、うまそうだけど、まあ、大学行ってもあんまり中でその話しないじゃないですか、まあ、その内定が決まったりしたら、うん、話すけど、俺、ちょっとあきくんもなんかそういう話あるけど怪我して無理やったみたいな感じだったじゃないの、もうほんまに良かったです、全く全部全部0.7 マジか、ちょっと驚きやねんけど、これはでもマジでなしで負けが入りました。でそこから浪人期間が始まる、うん、でそれ怪我した段階で、ああもう無理かなみたいなは思う。だって夏に怪我して3月ってもう半年以上じゃないですか、うん、俺も去年長い怪我してるんですけど、ちょっともう復帰きついかもとか思うよくないですか。そうだね、まあでもとりあえず多分そのサッカー関係なく手術はした方がいいっていう、あ、膝でした、そう膝っていう感じだったから、とりあえず手術まではもうパパパンって決まっちゃったんだよ、はいはいはい、するまでは、そうで手術して入院してる時とかに今後どうしようって考え始めて、いろんな人と話して、まあ、俺らクーバーとかもさやってたしさ、俺らの大学クーバー取れたんだ、 C 級も取ってたしさ、ボーイズにも教えてたからさ、指導者やりたいなと思って指導者やってる人とかにも連絡したし、辞めるんだったらもう早く辞めて指導者いち早く決めた方がいいんじゃないかって言われる人もあったし、まあでも辞める選択にはならなかった、ならなかったね。結構自分の中で大きかったのは入院してってヒロト君いるじゃん、あーヒロト君、佐藤ヒロト君大学の先輩なんですが、ヒロト君がなんか俺が手術戻ってきたら LINE 入ってて、ミスチルのミスチルめっちゃ好きじゃんあの人ら、うん、あの時代ミスチルミスチルのギフトっていう曲がある、うん、の2番の歌詞がコピペで送られてきてる、やること草とないですか、なんか何それこの歌を君に送るみたいな、送ろうみたいな感じで、うん、ギフトの2番を送ってきた、うん、それ見て
やろうみたいな。そうやろうと思って。どれだけ意識してるんですか。なんかちょっと感動のシナリオを作ろうとしてないですか。まあ若干。切れた時にちょっと。そういうのが、うん、まああってちょっと前とサッカーやろうみたいな。まあでもそういう些細なきっかけってあるじゃない。まああとだからアホだったのはある正直。でも逆に自分自身でも1月の中で誰にも負けてないと思ってたし、でもよくよく考えたら負けてないのはまあうまさだけで、ああ、なんかうまさが全てじゃないじゃん。確かにそれはそうですね。うまいやつがプロになれるわけじゃないし、それはその当時知らなかったから、なんか変な自信があったのかもしれない。いい意味でもあるけどね。サッカー選手になる人ってやっぱ自信ないし、絶対にないから、自信なくてサッカー選手になる人なんてなかなか見ない。まあ確かに。何かしら、まあ、そのうまさで圧倒的な自信があったから、それやるっていうことにつながって、俺で言ったら、マジで足元下手やけど、なんかポストグレードが競り合いは負けへんから、みたいなんで自信あって、サッカー選手になりたいみたいな感じで目指してやったし。うん、あとは当時、俺がそうやって続けようっていう選択をしようとしてる中で、うん、グローリーでもそうだけど、後輩とか、あとは潮さん、星田さんとか、そうだし、カップとかもそうだけど、身近な人たちが、いやいやみたいな。うんうん、もうやめろよみたいなのを言ってこなかった、うん、言わないっすよから続けれたんだ。あ、確かに、まあ、お前やめた方がいいよって言われてた。あの時正直心境というか、俺がね、うん、俺はあっくんの後輩として、あっくんのことはマジでうまいと思ったし、この人は J に行くって思ったから、リアルだから、あっくんが J に行かれへんってなった時マジで俺 J これいけるかなってリアルで初めて思った、その時に。マジなんかサッカー選手ずっとなりたいって思ったし、 J 目指してやりたいと思ったけど、そのアッキ君とかシュン君もそうやけど、 J に行かれへんみたいになった時に、あの人らで行かれへんやったら俺絶対無理やんみたいになって、からめっちゃ体作るようになってちゃんとできた。まあでも確かにそんな全部は全然わかんないけど、4年になってグローリーがすげえ変わったなっていうのはめっちゃ思ったけど、俺全然そんなさ、ずっとグローリーのこと見てきたわけじゃないから、全然口出せなかったけど、マジでそれはアッキーとか見てる、この人が G リーグ行かれるの無理やなと思って、それがきっかけでめっちゃ変わったっていうか、アッキーに感謝してる。アキくんね、そういうことがあってサッカーも続けるって選択して、1年間サッカーローンという形で、まあ、この時点でだいぶね、普通の J リーガーとは違う道を歩んできてるんですけど、でそっから藤枝に入って、藤枝に入ってからもなかなかね、もうそこもうそこっす。フリーター時代のことは話さなくていいの。フリーター、あ、フリーター時代、うん、最初のフリーターちょっと触れたし、だから僕に借りて、うん、なんかめっちゃ掘ってほしい。めっちゃ掘ってほしい。できる限り俺の動画で全て言おうとしてるじゃないですか。2時間ぐらいの動画作ろうとしてますね。藤枝の時の話をちょっとしなくて、サッカー浪人して一緒に練習参加行かしてもらって、あっきマジで上手くて、練習参加行かしてもらった時に、そのそこにおる選手たちが天才やっていうぐらい上手くて入りました。俺がその年奈良クラブに入団して、あっきも J リーグ藤枝に入って、同じ年さだったんですね。あんだけ上手かったのに一試合も出へんっていう。マジ出なかったですよね。出なかった。1年半全く出れなかったです、うん、そっから出れるようになった。そう、1年半全く出れなくて、うん、それは怪我、普通に、まあ、その戦術とか含めてあんまりマッチしなくて、監督が求めてるレベルまで達してなかった。そう、いやいや、うまいこと言ったようじゃない。一番綺麗な言い方するとそんな感じ、うん、まあ、監督が求めることに対して、うん、そこのレベルで違うところが得意な人やったら、うん、ちょっとね、そこが逆に足りてないとか、うん、出れないとか、まあ、そういうのがあって1年半待ったり監督の交代のタイミング、そうで、いきなり、そう、それってどんな感じなの、練習の時とか。いや、もう難しいですね、この話は。結構難しいですね。新しい監督来て、それまで1試合も出てないけど、ベンチも入ってなかった。一回もベンチ入ったもん。やばくない、いきなりスタメン。それ、新しい監督来ました、うん、練習見る、今サメみたいになったってことですか。そう、1週間で、いや、1週間じゃない、なんかね、柔軟期間入ったんだよね。あー、そういうことだ。だから結構ちゃんと見てるんだ。そう、1ヶ月半ぐらいあったもんね、確か。はいはいはい。だから
その1ヶ月間はめっちゃ目ギラギラしてそうですね、その出てない選手からしたらやっぱ監督変わるって、うん、チャンスでもあるんですか、うん、選手としてはなんかちょっと大げさかもしれないけど、ミーティングとかもさ、あーでも分かるわ、まあ、大事ですよね、そういうのちゃんと聞いてますよって顔でしょ、そうそうそうこっちもこっちも分かるわ、これ俺もなんか戦術とかちょっと分かってる感出すもん全然分かってないのにめっちゃなんかああ、ね、これ10月にやってるからじゃあそれも1ヶ月の中断期間があってそこでしてもらってもう横須賀になってでそこからずっとその半年間は監督から認めてもらえてるっていう自覚もあったんだけど怪我が多かったんで、あやっぱ試合出たことなかったからやっぱ練習試合と本ちゃんの試合も全然違うし2試合目とかで怪我したのだから離れる、そうそうそう肉離れしてで結局その半年間で6試合しか出なかった、おその年はまだ J3 ですよね、 J3 ですね、えその次の年は昇格の年、そう昇格した年6試合しか出てなくて、でも次の年もスタートから、そう次の年もスタートめっちゃ出てますでしょ、ほぼほぼ出てますよね、ほぼほぼ2、3試合ぐらい、3試合か3試合ぐらいコロナでやれなかったえじゃあもう全然怪我もなく、怪我もね、なかった、その目立ちするような怪我もなかった、まあ実際結構藤枝の心臓ぐらいの感じやってるんですか、正直榎本弟、榎本弟ねと、久保田くん、久保当時郎、惜しい惜しい久保当時郎くんと、うん、あの渡辺亮くん、渡辺亮くんと、あ結構インパクトやばかったですね、そうだね、まあまあいかつかったですよね、で、山家、山家いない、山家実は上がってた、うん、結構渡辺亮くん、いや J2 上がってから来たの、いや、亮は夏に来た、あー、うん、沼津から、そう、沼津から、もうでもその時はね、J2 上がった時ほど亮が活躍してたわけじゃなくて、あーもちろん、亮の力もすごくあるし、福井で今やってるつぐくんとか、ああ、つぐくん、そう、おしくんとか、あとすぎさんとかもいたし、強かったですよ、そう、だからすごいメンバーとかすごい豊富、豊富だったんです、ジュン君とかもいたし、鈴木ジュン君、あああの真ん中の潰し屋みたいな人、結構フィジカル見てるよ、マジで、うん、見させてもらってます、結構みんなたくさん呼んだ人いて、上がるべくして上がったっていう感じではあるんですよ、うん、まあ、アキ君のパワーではない、みんなのパワーいい人やな、俺のパワーだよとか全然言わへんよみんなのパワー、そこだけ切り抜きたいのに藤枝はね、確かに試合見ててすごいチームとしてのいい感じだったんですもんね、一致団結じゃないけど、うん、あった、いやし、こう役割がめっちゃ分かりやすかったっていう意味があったし、なんかみんなすごい生き生きサッカーしてたし、うん、もう楽しそうだった、楽しいコラボだから、なんか今でもやっぱ昇格した年戦ってたメンバーはやっぱなんかつながるものがなんかちょっと感じる絆というか、昇格を味わうってなかなかないですもんね、やっぱ1年間通して自分たちがやってきたことがさ、一つ成果になるって、俺初めてだったし、その大学の時とかさ、なかったから俺。確かに、大学の時、あきくんの時はなかったんだ。そう、なかった。全然なかった。俺だって大学1年の時にインカレ出たけど、2年、3年、4年って出なかったし。ああ、そうですね。だから、チームとして、そうやって結果出たのがすごい嬉しい。で、もちろん自分としても、かなりの結果も出たから、藤枝が上がって2年か J2 1年目は藤枝さん、そうそうそう、で1年間だけやってジェフに移籍と J2 1年戦ってジェフに引き抜かれた、これが出たとでもまあリアルな話それはあるっすよね、さすがに、いやお金の面って多少なりともあるじゃないですか、まあまあまあ、メインじゃなかったとしても、うん、とかそのクラブの規模感、でも多分俺人よりは圧倒的に少ないと思う、あ、そうなんですか、うん、でもなんかアキ君そんなにお金に執着してる感じなんですよ、サッカー選手としてもちろん成功したいし、うん、はいはいはい、もちろん目標を大きく持ちたいけど、でもなんか一人の人間だから、うん、まあそれはそうです、で家族もあるし、そこでの生活が壊れちゃったら、うん、もう話にならない、まあ確かにそれはそうです、ね、で藤枝さんの生活はもう完璧だったんや、めっちゃ良かった、もう周りの人との人間関係もすごいいいし、その奥さんもすごい楽しそうにしてたし、サポーターとかスポンサーの方々との関係もすごく良くて、一人の人間としてはこの生活も60何歳もずっと続けて、ずっとこのまで行って思った、正直、でもなんか着火選手としてはさ、そんなわけいかないですよ、
サッカー選手としてやっていくには、やっぱ上目指せないといけないし、目指さないといけないし、お金とかは別に正直どうでもよくて、ちゃんと人間として楽しく生活できるのが優先順位としてあるそこがメインであって、うん、でもまあサッカー選手としてのステップアップするっていうのはやっぱ必要だし、まあ、実際正直 J2 の中でもジェフっていうのはビッグクラブだし、チームごと昇格とかも狙えるようなクラブじゃないですか、まあ、どのクラブにも狙えるあれはあるけどっていうところで、まあ J2 の選手実際、まあ、あんだけ J2 でめっちゃ活躍してたんですよ。 J1 はなかったの。なかった。しっかりとしたもの、そう、しっかりとしたものはなかった、まあ、ちょっと気になるよみたいな、まあ、それはあるですよ。それはあった。あんなに活躍しててそれなかったら怖いね。あったね。だけど、まあ、そのジェフがオファー出してくれたタイミングが早かったから、あだからすごい第一候補で出してくれたんだよね多分。だけどジェフのクラブはそうじゃなかったから、うん、ちょっとタイミングがあるじゃん。タイミングとかこの何番目にこう狙っててるみたいなね。やっぱ試合出るのも大事だった。そうそう、休みもいろいろ考えてるので、うん、結構早めに決めた、うん、リリース出たの、リリース出たので結構遅かったね、うん、でもリリース出るより結構前に決まってた。あ、いやちょっとアキ君にねいろいろ話聞いたっすけど、まあ、今後どういう風にやっていきたいか、僕のチャンネルは結構見てくれてる人が僕の世代とかそれよりも下の世代とかが多くて、これからサッカーどうしようって悩んでる人とかもいっぱいおると思うし、まあちょっとそういった人とかに今後の目標と最後ちょっとあれとかお願いします。ちょっと無茶ぶりやりすぎてる。まず今後の目標ですか。個人としては2年後のワールドカップにやっぱ行きたい。ああ出場したんですよ。でもなんかそれはみんなが多分誰しも思ってること、うん、で今の現状から多分考えると多分本当に 0.000 何パーセントもあるかどうか、うん、可能性として本当に 0% かもしれないけど、でもなんかそこね目指していたい。あ、目指してる自分が好き。最高っすね。めっちゃ急にかっこいいの今の。あとは目指してる中で本気で目指すとさ行動が変わるじゃん普段は。本気で目指すことによって今のパフォーマンスを良くしたいというか、今のパフォーマンスを最大化するために目指すみたいな明確的な目標が2年目もある、うん、サッカー界って何が起きるか分からへんからね。大学卒業の時チームなかったっしょ。それが今 J2 の某大クラブでずっと出てるのかな。その2年後にワールドカップっていうところも全然、まあ、あると思うし、本当可能性どんな人来ても本当に少しの可能性あるんだったらそこに向けてやるのが自分には合ってるなと思うし、それ別にみんなにやれ、まあ、そうそう求めてるわけじゃないけど、でもなんかそれって今の現状からさ考えたら本当に多分今年の冬とか、うん、本当にこのキンキンであもう無理やんってなることもあると思うんだ。だってもう本当はあと半年しかないのにさ、ワールドカップ、それでまだ J2 でプレーしてたら、実現無理だし、だから、もしかしたらもう半年後とかに、もうその夢は変わってるかもしれないし、あもう諦めなきゃいけなくなってるかもしれないけど、現時点では、本当、長くサッカー選手を続けるっていうのが目標じゃなくて、毎試合臨むメンタリティも、この1試合で何かできなかったので終わりだぐらいのメンタリティ。すごいな。大きなミスせず6割ぐらいの評価もらえれば多分ずっと同じ試合には出れるかもしれないけど、試合にずっと 出続けることが目標じゃないから、だから俺の中ではもう勝負に出てもうゼロかやった、その試合は圧倒的に悪いかめっちゃいいか痛くないと思って、そこに勝負出てるっていうか勝負に出たい。もちろん勝負に出れないとかもあるけど、それはあれですね、まあ、今俺のチャンネル見てる、まあ、サッカーどうしようかと思ってる子たちにもめちゃくちゃ大事なメンタルです。そうやって勝負に出ていく回数が多い人ほど俺はそういうプロクになれると思ってるから、俺にはそれがマジでなかった。気づくのはめっちゃ遅かった。マジそれが大学4年生の時に気づいたから今もずっとそれに今チャレンジしてるけど、それを早く気づけてやれるようになると全然違うと思うし、実際そこめっちゃ大事ですよ。俺結構ね不安症だし、自信結構今はねない方なんで、
だけど自信を持たなきゃいけないじゃん。自信持ってプレイしてる人の方がよく見えるし、結構俺ってそう自信あるように見られがちなんだけど、それなんかこう上手いよねって何自信あるように見せるの。そう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 、まあでも大事ですけどね、実際さっきの話と一緒なんだけど、ゼロか100かでそこにギャンブルに出ようみたいなっていうメンタリティでいくとやるしかないんだよ。あ、確かに。ってなると自信ないとか言ってられないんだよ。結構ね、力が湧いてくるんだけど、めっちゃこう、そうそうそう、アキくんのプレイしてるところを見てほしい。この感じで喋ってたら、も俺もなんかずっと大学の時から見てるからさ、大学のアキくんあんま変われへんけど、ダゾーンとかの、とか俺生で試合見に行ったけど、それを見てほしい。なんか全然違うから、なんか本当に自信っていうのが、プレイに湧き出てて、見てて、この人はなんか やりそうみたいな、俺っていうから、そういうのめっちゃ大事だと思うんですよ。俺そういうのもね、全部逆算するんだよ。どう見られたいかみたいなのも、全部書き出して。書き出してやってるんですか。どう見られたいかって、そうだから、ボール持ったらワクワクさせたい、見てる人たちが横山がボール持ったら何かしてくれそうって、そうやって言ってくれるから、おいしいみたいな顔された。今日ね、アキくんとめっちゃこう話させてもらっていろんなの聞いたすけど、まあ、俺もやっぱサッカーやってるからには上でやりたいし、いつかね、俺は結構アキくんとか、まあ、J リーグにいるチームの人とかと、ガチの対決してみたいな、天皇杯とかで、今やったらカテゴリー差なしだし、自分が J に上がるっていう感じも全然あるし、っていうことで、ちょっとガチで、いつか試合したいと思ってるので、はい、やっぱそれぐらいね、頑張っていきたいと思ってるんでね、ちょっと今日は、アキ君にいろんな話聞いて、なかなかやっぱ衝撃的な話あったし、まあ、すごい、ここまで苦労して、こう今からまだ上がっていくみたいなね、選手ってなかなかいないと思います。J リーグ一の苦労人でいうサムネでの今日の動画撮ります。そんなことないから俺より苦労してる。いやいや、なかなか珍しいっすよこれは。でもなんか俺はスタートがフリーターだったけどさ、クビになってそっから半年間無所属の人ももちろんいるわけなんですね。って考えたら無所属ってそんなに珍しいことでもないのかなっていうのは、まあ、捉え方によればそう。だって俺も無所属バイトしたから。そうだよ、そうだよ、もう何ヶ月か。でも大卒業のタイミングはなかなかないと思う。内定もね、そうそうそう、蹴ってるしね。そうそうそう、やっぱ社会人になるか、サッカーで来るか、サッカー選手になってからのフリーターは転職期間みたいな。これはだいぶ違うから、最初まではもう珍しいですから。まあまあ、アキくんね、あの、ジェフ千葉でずっと試合も出てあるし、これからもちょっとこの動画見てくれた人はチェックしてください。まあ、アキくんの方でも、インスタとか、公式 LINE とかでね、アキくんと直接まあ、やり取りができるみたいな感じ。そういったこととかができるのがあるんで、ぜひあの概要欄貼ってくるんでチェックしてみてください。まあ、今日の話聞いて、多分いろいろもっとこうしたこととか聞きたいとか、もしかしたらメンタル的なこととかそういうの教えてほしいとかあると思うんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今日は動画ありがとうございました。せーの、バーイ。